カルディダールルはアイスランド中央高地を通る道路の中では最も短い道で、そのために中央高地の旅行者にとっていわゆる入門編であるとされている。カルディダールルという名前はアイスランド語で寒い谷を意味し、それはこの道の沿線の様子から取られている。ローマンアルファベットでの綴りコルディダラーは正式なコルディダルスベガーを省略して使うものである。カルディダールルの様子。 カルディダールルは、シンクベトリルの北に橋を発し、スキャルドプレイズル山の西を通る。スキャルドプレイズルとは、広い縦の意味であり、その景観をよく表している。カルディダールルはそこから、ソウリスヨークトル氷河と、奥氷河の間を通り、北へ伸びている。さらにレイクホルトの東でレイクホルツダールルダニの近くを通り、フサフェル地区を通ってさらに北のミズフィオルズルのクバムスタンリに続く。 中央高地を走る道路としては、他に、キョルルとスプレインギサンドルがある。ありがとうございます。